どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあ今回は新しくゲットすることができたジゼルを編成したデッキでバトルしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあこちらのジゼルなんですが、自分のデッキの駒が全て神属性の時に発動するものです。2ターンの間ですね、ランダムでこちら創造の魔剣といったものを召喚します。こちらはですね、盤面で表になっている3ターンの間、自分の神駒のアタックが 1.2 倍になるといったもので、コンボスキルもですね、通常攻撃が 1.5 倍になるといった、かなりね強力な召喚駒となっております。そしてジゼルのコンボスキルですね、自分の HP が減少するほど通常攻撃が上昇し最大で2倍になるといった、とてもね強力なコンボスキルも兼ね備えています。ということで今回組んだデッキはこちら。こちらのデッキですね、ラニをリーダーにして手駒にですね 1.4 倍のバフがかかる状態となっています。一応ねお正月乱量を持ってるんですが、あまりねお正月乱量対策できている駒が少ないので、まあラニでね、まあ安全圏をキープしつつ立ち回っていきたいといったデッキになっています。まあアタッカーとしてはマクドナルドコラボのパティ、そしてゼルエルです。まあねここにねローラン入れていきたいんですが、私持っていないので、まあ代わりにねスゴマークはサディエルを入れております。ではこのデッキでバトルしていきましょう。さあ相手はヨシノリーダー、 HP 的にマデッキっぽいですね。これは結構嫌かも。手駒、よろしくお願いします。これはまあでもルキアとかも入ってそうだな、まあ、しょうがない。これはとりあえずブランちゃんを投げて、変にウィンドスピリットを置いとこうかな。割と通常でね殴ることを意識したデッキなので、そんなに怖くないんですよね、特殊ダメージワラが。そうね、こっちに打ってこうかな。もしかしたらここで変にアズリエルとか来るかもしれない。甘美な死を与える。お、アルカード、いや HP 結構ガンガン削られていってるね。まあ、もうちょっと耐えたいな。さあここでルキア来るかな。お、ヒカキソ、ヒカキソだった。で次はどこの資格なの。お、いいよいいよ。これねここで結構このジゼル出して召喚すると、割とね相手この召喚駒にビビるから、盤面がね私にとって有利になる可能性もあるんだよね。なかなか嫌ですね、そのブランジェッタは嫌ですけど、いや一回フギムニで耐えるか。アタッカーが引いてないっていうのが辛い。さあめちゃめちゃバフはかかってるんですが、アタッカーがね引けない。そろそろルキア来るかな。うわーそれ嫌だー、それ嫌ですね。震えよ悪魔ども。いやこれはもう殴っていこうか、殴っていこうか。これはもういや預けしたいな。ここで何が来るかだね。ルキアが来たら現状サディエルが釣られる。私の言うことを聞いてもらうわよ。いやー毒つらい、
どくつらいけど、行くわよロッキー。どくつらいけどアタッカーが2体来てて、あと2ターンぐらい耐えれるかな。うわルキルキアじゃない、サディエルで5000いくつ入ったね。このターン耐えられたらもうパティフィニッシュができますね。その相手はルキア打てない状況で、打てる箇所ももうあそこだけか。ウィンドスピリットの右上だけか。うわーダブル毒ね。でも耐えられるこれは。オッケーで、一番アタックが出るのが最大で 1.7、 2番アラクだね。アラクパティでいけるでしょう。 OK ありがとうございました。さあ相手はお正月乱領リーダー。もうこれはですね、もうファヌエルが入っていないことを祈るしかない。あの HP 的にはなんかフェリプティも引いてそうだな。ちょっとということは、お、相手あんまり手駒が良くないみたい。ちょっとね、あのハーピスト温存して本当にやられちゃ嫌なところの動線にハーピストを後々置きたい。さあファヌエルが入っているか入っていないか。いやもしも入ってるんだったらもう早めに攻めた方がいいような気もしてならないんだけど。ミヤクレル、ジークも入ってそうだな。オッケー、ノギムニが引けました。辺に置いておきましょう。私が高校か。そうね、そうなるよね。日陰を置かれちゃったので、今回こっちに打とうかな。ちょっとまだハーピストは温存で。どんなことをしても解決したい。あ、そっちに来る。これ4ターン後になんかやってくる。 OK いいですね。ここからもここ置いとこうか。ヤガミライトが 40% 以下の時にコンボが発動か。じゃあまだまだ大丈夫だね。お、これはあれだ、あの3周年ジーク、うん、次はどこの資格なの。 OK ここにハーピスト置いとこう。嫌なやつこれ、嫌なハーピスト。ジゼルも引けてるんで、そろそろ召喚の準備をしてもいい気がする。守れるものがあるなら。あー、その泥目が嫌だな。あらゆる攻撃を防いでやろう。サディエル先かな、サディエル先かな。いやでも相手が HP がもっと減ってからサディエルですよ。さあなかなか嫌な位置に召喚されましたが、でもね、ドラミラが効いてるからね。民たちは私が守り抜く。クード。サディエルこのタイミングで置きたいんだけど、あんまりねいい箇所がないんだよね。これは一旦ちょっとお茶を濁して。発掘スコップで私専用強化マスを作って、次のターンちょっとサディエルをね設置したい。痛いが、ここはちょっとねまだドロメダのシールド効いてるんで、そうね、そうサディエル先の方がいいと思う。神々の血を踏ませられる。ところで、
さあここから攻めていきたいんだけど、ミスクムドもね結構厄介だね。サディエルがどこまで耐えてくれるからね。時を変える恐ろしさ味わってもらおう。うわー、やられる前にやっちゃおう作戦だこれ。いやこれ私の HP が結構きつくなってるな。いや、あんまりこれさ、あんまり削りすぎると相手からアタッカー飛んできそうとか、もうそんな言ってるレベルじゃないか。もういっか、真剣よ。いけいけいける、オッケー、ありがとうございました。さあ続いてはこちらのデッキでバトルしていきたいと思います。先ほどはですね、シンカラニをリーダーにしてたんですが、こちらはですね、出した時に自分の HP の 16% のダメージを与えるといった10日の方のラニを採用しています。まあね、あのアムジェラとかこの初手のラニとかでですね、もう小刻みに特殊ダメージを与えて、まあ、最終的にジゼルの召喚した剣に合わせてビクトリアやエンデガを放って押し切っていきたいといったデッキになっています。まあ一つ難点としてはリーダーバフの駒が引けてないんで、まあ、フェリップティトが引ければラッキーかなといった感じのデッキになっております。それではバトルしていきましょう。お、相手はリーダーバフのラニですね。もしかしたら神デッキかな。これやられる前にやっていかないといけないかもしれない。だ可能性としては相手にもジゼルが入っているといった可能性もありえますね。なんか実装されたばかりなのでみんなこれ使ってみたいからね。どうしようかな、私が先行か。いきなりは攻めてこない系かな。いや嘘荒くいくかって思ったけどやっぱりやめよう。私本当にこのさ、縦取り好きだよね。自分でも先行を取った時基本的に私こっちに打っちゃうことが多いね。お、相手は有効な駒が引けてないのかな。それか次のターンに打ちたかった駒があるか。ここはウィーヌ設置して、私もね、まだアリューシャ発動しないんだけど、次のターン、荒く打って、わざと、あ、そっち行ったね。お待たせいたしましたわ。ビクトリアか。いや、荒く行ってもいいって思ったんだけど、これは、いや、一回行っとくか。どうせビクトリア発動させたいから、今削ってもらう分には、そんなにね、悪いことではない気がするから。お、相手も荒く。次何かしらやってくるね。次何かしらやってくるから。いやまだね、召喚したくないんだよね。召喚したくないんだけど、ちょっと召喚しよう。ちょっと不利になるんだけど、相手もね多分ねこの召喚駒に割とビビるからジークが出てくるんじゃないかなみたいな。本当はフィニッシャービクトリアとエンディが引けちゃってるんだけど、あのガラムがちょっと邪魔だよね。さあどっち、あ、そっちだ。一ターン後にか、自分の手駒にバフがかかるみたいなやつか。それ嫌だから消そうかな。それ嫌だな、結構消したいけど消そうか。なんか飛んできそうだもん。うわー、それ消されちゃうね、そこの位置の剣は。相手も消したいと思うんだよね。大きく海。あらゆる攻撃を防いでやろう。お、これは良いサディエル。良いサディエルだけど。
そっち行って次サディエルかな。ちょっと強い魔法を使うだけだから。次サディエルが良い気がする。なかなか嫌な位置のハーピストだけど、いやそれちょっと先にサディエル行く前にハーピスト動線をハーピストで防いでおこう。さすがにこれで相当カットはされると思うんだけど、うわー出たー出たー出たー。これはちょっとサディエル打って次のターンファヌエルさん消しちゃおう。あのガラムがねちょっと嫌な位置にあるんだよね。ガラムが嫌な位置にあるんだよな。エスペランサもまた嫌な位置に召喚されるんでしょ。この状況どこに出してもエスペランサみたいな状況になる可能性はある。恐ろしさ味わってもらおう。やだねー。でこれファヌエル消すのが先だな。消えなさい。いやエスペランサやだねエスペランサやだけど、ワンチャンもしかしたらハーピストとサビエルとキクルミにコンボさせたらビクトリアで吹っ飛ぶ可能性はあるね。出たサビエル頑張って、サビエル頑張っていけるいけるいける。うおサビエル偉い、サビエル偉い。エスペランス避けていけるよねこれ、神強化マスで。オッケー。いやーサディエルが偉かった今回。はい、ありがとうございました。はい、ということで今回は新しくゲットしたジゼルを使ったデッキでバトルしていきました。まあね、ランダム召喚なんですが結構ね盤面崩しとかにもこの召喚役立ってくれるので、なんかねファヌエル使ってる人の気持ちに少し近づいた気がしたわまあ本当にねこちらはね私の神弾デッキでね活躍してくれそうな駒ですね。大事にしていきたいと思います。ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。